珍しいでしょ。なんでかって。別に理由はありません。いや、なんか8月30日にやりたいっていうのがあって、もともとそのボトムラインの日だから、本当は6時半からやろうとか考えてたんですけど、ちょっと6時半はきついなと思って。あ、花火ありがとうございますと思って、まあいっか今日やろうと思って、まあ早めにできたらいいなの8時 これどうやってやるんだっけ、忘れてた、忘れちゃったやり方。でも開演時間にもう場面送ったんですよ。でも届くのちょっと時間かかると思って、まあいいかと思って買ってんのか。これがこれだ、来た。いや、なんかね、そう、聞いてほしい話があるんですよ。髪の毛バッキバキなの今、今日だけ。なんかね、そう、今日パイナップルソフトみたいなやつ食べて、そしたら知らない間にパイナップルソフトが溶けてたので、ここに落ちてキシキシになってた、気づいたら。だからもうボサボサです、今日は。いった。なんでパイナップルソフト食べてください、皆さん。美味しかったよ。でも今帰ってきたから、パイナップルソフトから。まあ一個みたいなとこあるよね。さっきさ、ね、あそこ行ったんですよ。名前忘れた。薬局に行って来たんですけど、なんか最近、別に最近ってわけじゃないんですけど、私入浴剤が好きで、いや昔から好きだったんだ。なんか昔はでも別に何も体とかも疲れてないから、なんていうの、びっくりマジックみたいな、なんていうの、あれのさ、溶けたら中にさ、お楽しみが入っててさ、わかる？なんかマスコット出てくれる入浴剤が、まあそういうの目的でやるじゃん。バスボールだ、それだ。勝手にさ一人で 盛り上がった。バスボールを好きだったんですけど、ゼップの博多の終わった日にホテルでお風呂に入ったんですよ、一人で。その時にコンビニで買った利き湯だっけ、あれ利き湯を使ったんですよ、入浴剤ね。そしたら次の日全然筋肉痛にならなくて、やっぱ利き湯ってすごいんだって思って。そう、気球に今信頼をすごい私は置いてるんですよ。で、今日見てきた気球を。やっぱ気球効くんですね。じゃあ入浴剤使ってる人いますか、こんな風に。いや、嫌なの使わない、使ってない日の方が多いんです。なんか今日見てたの、その入浴剤コーナーも、すごいあるんだね、種類。うわ、なんだこりゃ。タコありがとうございます。声でかくなっちゃった。急にポンって出てきたか
ねえ、そう、わかる。あれなんか一人視聴者いるんよ。紫のやついいですよ。どれですか、気球ですか。あの赤堀さん、気球の紫ですか。何してんの。かゆいかゆい。あ、気球じゃないですか、すいませんでした。バスなんだっけ。入浴剤さ、もう一個さ有名なやつない。入浴剤、ああ。バブ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 っていう意味じゃない。キミちゃん絶対もういないだろう。え、そう、こういうの好きだったやつは、これはじゃがりこだった。たまたま。いっぱい出てくる。なんでさ、ああいうさ、そういうなんていうの、中から出てくるやつってさ、夢あるんだろうね。え、わかんないわかんない。たまたま見つけた。マスコット4個なんて、オレンジの香りって書いてある。489円で売ってますよ、皆さんぜひ。なんか割と高いよね、こういうのって。なんかさ、今さ有名なやつあるじゃん、全然エラーさ、ちょっとバス系に詳しくないんですけど、知らない。なんかさ、炭酸、あ、ハートとアイスありがとうございます。あ、これだ、このこれ、なんていうの、中性ジュース炭酸入浴剤ってやつ。アットコスメ1位だった。バースって言うんだ。でもなんかこれめっちゃ高いイメージ。これ乗ってるのかな。ほら、30粒2500円だって。でも疲労回復ってあるよ。なんかさ、こういうさ入浴剤のさ効果みたいなやつあるじゃないですか。なんかそういうのにさ、なんかさ、あれとかさ、ニキビとかさ、治るのかな本当に。でも書いてあるってことはさ、治るってわけじゃん。くじきって書いてある。くじくのこれで治ったら超強くない。それは継続すればの話。温泉行きたい、マジ。サウナ行きたい。なんだっけあれ、岩盤浴。え、ずっと言ってない、岩盤浴行きたいって。岩盤浴かサウナ。でもなんか
前にあのホテルのサウナに入ったことあるんですけど、マジ暑すぎて死ぬかと思った感じで、本当に暑いと思って、びっくりしたんですけど。でもなんか昔あそこ名前がわかんない、あ、奈良県のホテルに行った時に、なんかさ全部さ、なんかいろんな湯が揃ってるさホテルの温泉があったの。なんだっけあれ、露天風呂が好きで、私ホテルの、いや別にホテルじゃん、ホテルってかどこでもいいんですけど、まあこだわりなく温泉が好きな露天風呂に行きたいですね。やっぱみんなサウナ行くんですね。岩盤浴行きたいな。なんか友達と行こうって話してて、友達と自分家の近くに温泉があって、え、それでさ温泉の後にさコーヒー牛乳飲んだんだよ、その時。やっぱみんな行くんですね。マイカの写真でもね、どこにも出したことない、その温泉の写真。え？ハント、ありがとうございます。バレてる。金ちゃんがいますね。これだ、この日だ。ほら、この超瓶。わかる、言いたいこと。おめでとう。壇上。瓶牛乳ってなんかさ、死ぬほどうまく感じるよね。愛知の岩盤浴ってどこにあんの？愛知、名古屋のおすすめ岩盤浴。湯の城。何これ、すごっ。汚い。え、すげえ。え、漫画あるんだ。いいな。興味ないけど別に。漫画は興味ないんですよ。キャナルリゾート。中川区ってどこ？金山駅。めっちゃありますね。てかちゃんとあるんだね。コメントしてんの？いなくない？あ、いたでしょ？ハートつけてんだよ、ちゃんと。あ、ここの画面だよね。あと1日で10日。めちゃめちゃあるじゃん。え？なにここ、超楽しそうなんだけど。ここ行きたい。何？アーバンクア？え、めっちゃなんか楽しそうじゃない？さ、テントサウナだって。
ごっ。絶対さ、これアクセス車だよね。え、ねえ、いいよね。花火ありがとうございます。めちゃめちゃあるじゃん。自分が調べたことなかっただけでないと思ってた。あいつにこんな舐めてた。わわわ運転してください。本当に私は運転できないので。てかさ、思うんですよね、漫画とかさ、アニメとかよくみんなさずっと見てられるよね。私はそういうところもすごいなって思う。あ、花火ありがとうございます。え、なんか別に嫌いとか別に何も思ってないし、たださ多分普通にいろんな人が興味が湧かないものあるじゃないですか。で、私も、まあ、多分ある意味そこまで興味がないんだと思うんですけど、やっぱさ集中力の問題なのかな。いや、そのみそなの、そのみそって言われるんですよ、すごい。で、なんかみんなになんか、なんていうの、見てますかとか言われるの。いや、本当に申し訳ないけど見てないんだよね。そうなんだよね、日本のドラマも倍再生なんだよね。倍速しちゃうぐらいなんだもん。あ、でも今日への、はい、ドラマ見ます。え、今日月曜日でしょ。今日はあれ見ます、ナイトドクター。え、見てる人いますか。え？そういうナイトドクター見てて、今期のドラマ、医療ドラマがすごい好きっていう話、え、したことあるっけこの話。そう、医療ドラマが大好きなんですよ、私。で、その見てるんですけど、なんだっけ、今さもう一個やってるじゃん、なんとかメアみたいなやつ、ドクターメアだっけ。合ってる、なんとかメア知らない誰か。一応見ようと思って、でもなんかどっかで見えないかなと思ってまだ見てないんですけど、なん、何メアだっけ。メアドラマって喋ってくんじゃね。あ、そう、東京メアだ、それだ。それを、あ、そう、走る救急救命室ってやつ、いいなと思って見ようと思ったら、もう10話じゃん、ダメだ。グッドドクター見たいんだよね今。コバありがとうございます。探してるんだけど、なんかなくて。ゾンビのやつなんだっけ、録画してない、もう全然知らなかった。なんかドラマを前のやつなんだっけ、前期のドラマを一個も見てなくて、多分見てたっけ私、多分見てないんですけど、
で、なんかやっと本気になって見るようになった。本当はあれも見ようと思ってたんですよ、カンドラのやつ。彼女は綺麗だった、あなた、ありがとうございます、を見ようと思ってて、でもなんかママがカンドラの方が、カンドラ見てみなよって言われて、その彼女は綺麗だったので、それっちを見ようと思って、今あのマイリストに入れてあるんですけど、まだ見てない。明日から見始めようかな。ダメだ、でも明後日から学校だよ。ああ。えなの楽しい夏休みが終わってしまうよ。もうこんな顔、夏休みって幸せだなって思った。なんで夏休みってさ幸せなの、住んでるからさ、本当に夏休みっていう夏休みを過ごしてるんですけど、私切れてんの？